か。こんにちは。こんにちは。今日は、はい、愛知県常滑市の吉村桃園さんにお邪魔しております、はい、こちらが片岡修吾先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと棒読みっぽくもうちょっと柔らかいわ。いいえ、全然もうバッチリです、はい、ここの鉢は基本的に釉薬、釉薬、釉薬鉢で、まあ、手作りものが主体でやってます、はい、片岡さんな今何代目で。私は手法としては3代目。手法としては3代目。鉢をやり始めて途中で5代目になる。5代目。じゃあかなり歴史のある。で、特徴としては釉薬。釉薬、そうですね、はい、両辺のマジシャンでございます。両辺のマジシャン。両辺のマジシャンということで、はい、基本的に両辺っていうのは釜の中で予想外の変化をするっていうことを言うんですけど、宇宙は基本的には釉薬を重ねることによって変化を起こしてるっていうのが特徴になってます、うん、じゃあそちらの鉢もちょっとこれから紹介していただきたいと思います。はい。今何をするかがあんまり理解できてないんですけど、こいつを今から4つに切ってここにはめていくんで、そうすると木工型になるんですね。あ、しちゃうんですよ。木工型にしちゃうの。なるんです。それ一般的なんですか。いや一般的じゃない。多分初公開。初公開です。最高技術。最高技術。最高技術。惜しげもなく。話しかけても大丈夫ですか。大丈夫です。なんかこの作り方の名前とかつけてるんですか。あまりだからやられてる人いないんですよね。そうですね。わざわざ丸からこの形にするメリットってあんまりないもんですから。ほうほう。だからあまりやられないんですね。丸だったら丸のままにした方がぶどまりもいいし、だから鉢の業界だからこういうこの形が欲しいだけなので、うん、普通は。わざわざこの形に持ってくる必要はないし、もしくは型に入れてやるやり方もあるんですけど、はいはい、普通の木工式っていうのは型で焼くのが普通ですか。そうですね、木工は型で作る方が多分標準的なんですけど、なので丸から型に入れるって方法もあるんですけど、これは、型が今一個一個サイズが違ってくると型作っておれないもんですから、それでこのやり方をしてるんですけど、コストの面と時間のことを考えなければ、本当はこれ同じやり方で型にはめた方がいいんですね。このベース自体はいつ作るの。昨日。一夜置いとくわけ。昨夜ですから一晩ですね。あんまり硬くなりすぎると今度はこの形が作れないものですから、焼かすぎても負担となっちゃう。焼かすぎると今度これが外せないんで、季節によって違うんですか。季節によって違いますね。今の時期が一番時間が短い。今だと全然動かせないから、あとはここが外れてくるもんですから、こいつをくっつけて、うん、今日はもう作業これ以上はできないですけど、うん、ひっくり返してここの継ぎ戸を始末して、あとは足をつける、はい、で穴を開けて終わりです、うん、でここを今からこう滑らかにこうしてここの形は今から作りますので、
あまり手の数をかけると、パッと分だけが歪んでくるんで。この大きさは昔は注文がなかったんで、最近は奥行きが欲しい樹脂が、ちょっと昔、さつきですね。そうすると昔の鉢の方が使えないんで、そこは中に何入ってますか？これは白子。白子、昔の研磨剤。研磨剤、鍋やなんかを洗うのに使ってた磨き粉、はい、が入ってるんですか？入ってます。これの中に、あ、これの中に、厳重です。その30人いや、だん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 漏れてくるんで、まあ漏れても別に関係ないんですけど、調石ね、主成分は粘土と一緒なんで、わざわざ厳重にしたわけじゃなくて、小さくして小さくしてっていくうちに、これで叩く意味っていうのは、細かい粉だったら何でもいいんですね。要はこの辺でよく取れるから多分これを使ってたと思うんですけど、ある程度重量があって、はい、細かければどんな砂でもいいんですけど、叩いて空気を抜くとかそういうことなんですか？そうそう、均等に叩けるように、ハマやなんかだとその形に叩けちゃうので、はいはい、これだとふわっとこういう叩き方をしてって、それを重ねることによって板を均等に叩くんですね。我々はこれ叩きボセって呼ぶんですけど、叩きボセ、はい、ボセ、ボセとはそれを言われると昔から言われてる。この辺で叩きボセって言えば、多分これで通用しちゃうんで、ボセってどういう意味？大体組み立てはこんなところ、うん、なるほど。形やなんかをもうちょっと硬くなってから直していきます。ちょっとまだあるじゃないですか、うん、こういうのももうちょっと硬くなってから削り取って、今だと柔らかいもんですからそのまま刃が入っちゃうんで、穴もその時に、じゃあその時にやります。こういう道具使って削ったりして。どのくらい寝かせるんですか？明日ですね。あ、もう明日結構 OK。明日ひっくり返してじゃないともう足がつかないんで、なので もう少ししたら今日足を作っておいて、硬さが似たような硬さになるようにして。先生、これ下ぴったりくっついちゃってるけど、これ剥がれんの？剥がれます。剥がれます。これベニヤ板なんで曲がるんで、あ、それでこうちょっと反らせて。木は基本的に水を吸うんで、ほっといても外れてくるんですね。これは金属やガラスだと、もう離れてこないんで、うん、それでわざとこうベニヤ使うんですね。そうです、やっぱり石膏、うん、ベストは石膏なんですけど、石膏はもう勝手に外れてくるんで、あ、それでもう圧倒的に石膏の方って剥がれやすいから、石膏が水分を捨てちゃうね。ただこれで形まで作っちゃうと、今度はこっちがここに面してるところが乾きすぎちゃって、足がくっつかなくなっちゃうんで、これの完成品みたいな。もう関さんが売っちゃったんで。売っちゃったんすか。出来上がったら取り合いなんで。取り合い。関さんに頼んでんだから。ブランドでもね。おさめていただきました。ありがとうございます。これが素焼き。焼き使ってますよ。はい。これ焼いたやつ。素焼きで焼いた。ちょっと肌色っぽく。確かに素焼きっぽい感じ。すごい。あ、これでも鬼の足。そう、そいつはね、型を作ってます。型が、はい、これ前売ってましたよ。
なんかそういう感じの見た気がします。はい、これでも油をこれから塗るんですか。じゃあ、うん、素焼きしてるってことは、はい、素焼きした後にまたこちらで釉薬を塗ると、はい、探検だな。釉薬をかけたのは、まあ、こういう状態、はあ、この辺が、まあ、釉薬がかかってる。ちなみに釉薬は塗るじゃなくてかけるだから。かける、うん、で、その元はこの中にポリバケツの中に、ここのやつですね。釉薬という色がつくんですか。そう、あのちょっと想像がつかないこの色から。はい、これ何これ何だったかな。これオリベだね。オリベ。これは緑色に、はいはい、でこれまたそれぞれみんな違った色に。なるほど。最初はドブがけか。ドブがけが一番最初でベースになる、うん、ものをこのバケツの中にドボンとつけて、はい、全体に色を、基本のベースの色をつけるんですけど、はい、その後にこうやって何色も出すようにいろんな色をこうかけるんですよ、はい、それをまたこっちで スプレーガンで、シュッ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 やってるんですね、うん、まあ、ここでスプレーガンでちょっとこういうね、こういうスプレーガンでシュッ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 かけて色を、いろんな色を。すごいですね。これは U がこの白になってるんですね。そうそう、この、とこった。かけたものをさっきの釜で最後焼く。折り目を筆掛けで。そうすると、まあ、こういう感じで出てくる。なるほど。先生の特徴はこう何色も描ける。今昔はね一色のものが多かったんだけど、超いいな、何色も描ける。釉薬かけるでしょ、はい、かけて、そんでまた乾いたらまた違う釉薬、乾いたら違うスプレーやったり筆やったりって、こういう重ね、どんどん重ねていって、はい、焼いてみたらこういう出来上がりに。まあ、大体ね、あのどうなるかっていうのは想像ができてるんで、分かってやってるんですよ、うん、ああ、すが、いいですか。これがね、もうたまらない発色だね。これもう、うん、あ、確かに、うん、こいつは6色ぐらいの予約を使うんで、6色を使うんだよ。何用にしていいんかなと。これでも1色じゃない、1色じゃない、ここにピンク色っぽい。あ、ほんとだ。だからちょっと発色が、あれだから少ないから一色に見えちゃうんだけど、遠くから見るとそうですね、よく見ると、うん、そうなんですよ、ピンクっぽい感じの、うん、中に入ってる。これも水色の中に下に白いのが、はい、あのずっと見えてるし、これもねピンあれだけじゃなくてちょっと濃い色が下に隠れてる。これはもうここのここ、うん、昔これは多分昔のルリって紫一色のやつなんだけど、これは昔のタイプね。色鉢が今主な、まあほとんどこの辺のやつは昔作ってたやつで、これ何やったやつかな、自分でもわからないことが結構ある。今ねこれはもう今あの人が一生かけて今チャレンジしてる、すごい綺麗天目何十回と挑戦はしてるんだけど、なかなかうまく出ない。すごいですね、なんかそう、うん、盆栽鉢とは思えない、思えない、芸術、陶芸品ですよね、うん、ちょっとね、こうすごい、うん、だから出過ぎちゃってるけど、変化が、うん、もうちょっと抑えて、こうやつがはっきり見えた方が、なるほど。これがまた古くなったらね、そう、この辺が今いいのかな、うん、これは型で作ってるやつだからこういう風な形にしてくるね。で昔はこの白っぽい土を使ったんですよ。だけど今はこういう赤い焼くと、うん、焼くとこういう色に変化する、あのなってっちゃう色の土を使ってる。なるほど、うん、最後にスプレーがけするのは自分が手でやってることを隠すためにやるから、うん、そうそう、なんか自然に出てきたような。そういうところね、持ちながらやるわけだ。スプレーは置いてやります。置いて、ね、うん、
先生の品物は取り合いだから、取り合い、出来上がったらみんなもうなくなっちゃうから、はい、その場から洋編の作品を見せていただきたいと思ったんですが、全て売れちゃってると。そうです。すぐ完売、完売、行列のできる盆栽屋、洋編の。後で誰か写真送っていただけたりとか、はい、そうですね、いいですか、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。丸から、はい、木工鉢を作るなんて、これ私も初めての技術を見させていただきまして、惜しみなく見せていただきました。誠にありがとうございました。また先生のやつ一生懸命やろう。うちも頑張って売りますので、はい、頑張って売ります。ありがとうございました。ありがとうございました。